ははい、いこんにちはパーカッションの高文です。この動画では、花本のチューニング方法について解説していきます。え、そもそも花本ってチューニングできたのかよと思うの方もいるかもしれません。これね、チューニングできる花本とできない花本というのがありますので、まずお持ちの花本、ご自身の花本見てみてください。花本って穴開いてますよね。穴の中覗いてみてください。おそらくなんですけれども、上から下までピューッと弦、あるいはワイヤーのようなものが貼ってある弦タイプのもの、か、 もう一つはワイヤーなんだけれども、もうちょっと短くて、ギラギラした、ひだのようなものがついている。これちなみにスナッピーと言います。スナッピータイプのもの。原タイプかスナッピータイプのもの、どちらかだと思います。これ以外のもの持ってる方はね、ぜひコメントで教えてください。で今回、えー、やるですね、チューニングできるタイプは原タイプの方です。原タイプの方。スナッピーの皆さんごめんなさい。で今、本当にいろんな花本、いろんな種類の花本がありますので、もしかしたらスナッピータイプでも細かく、 調整ししててチューニングががでできるるタイプっいいうのがあるかももれないんんすすけどもすみません僕が扱ったことがないので今回は弦タイプに限って解説させていただきますでこの弦タイプの花本上から下まで弦が張ってあるタイプの花本っていうのはギターとかバイオリンと全く同様にこの弦の張り具合を調整ができるんですね、まあ、すっごいざっくり言うとこの張り具合を張れば張るほど音は高くなりますそして短くタイトな印象の音になります で反対に、緩めれば緩めるほど音は低くなって、音の長さは長くなる、ルーズな印象の音になりますで。構造としてはめちゃくちゃシンプルで、カホンを叩くと画面が振動しますで。この振動によって弦も合わせて振動するってことなんですね。で弦が緩いと、たくさん揺れるので、ジャジャジャと長めのルーズな音になると。で弦を張っていると、ザッザッザッと短いタイトな音になるというわけです。でこの弦の張り具合、 どういうチューニングがいいのっていう質問を結構いただくんですけれども、これはね、究極的に好みです。もうあなたの好みの張り具合で何も問題ございません。はい、ただね、強いて言うなら、この弦タイプの花本っていうのはもともとは、えー、フラメンコギターの伴奏として使われていたんですね。なのでそのフラメンコ音楽特有の、なんでしょう、こう、すごくキレのいい感じっていうか、スパッと。音が短くてタイトで結構、サクサクサクっと。 クリスプな感じの音が使われていたんですが、まあ、今ね、本当にいろいろな音楽でカホン使われていますので、まあ、C というならね、その音楽に合っていればいいんじゃないですかっていう話なんですね。はい、なのであとは各自自分のカホン叩きながら、あこれぐらいがいい感じかなと、自分の好きな張り具合にしていただければいいんですけれども、まあそれだけだとね、あまりになんなので、ここからは僕の場合、高文だったらどういう風にチューニングするのかっていうのを実演したいと思います。 今この花本ちなみにですね、この張り具合をむっちゃくちゃ緩くしてあります。弦がだるんだるんの状態になっておりますので、ここからまあどういうふうに張っていく、チューニングしていくのかっていうのをやっていきますので、まあ、参考程度に見てみてください。はい、ではまずはこの弦がゆるゆる、だるんだるんの状態でどんな音がするのかっていうのを聞いてみましょう。 まあこれはこれでねありかなと <laughs> いいじゃんと思うかもしれません結構ねワイルドな感じというか <music> じゃあじゃあじゃあっていうんですね <laughs> ちょっと悪い感じしますね <music> はいまあ僕の好みとしてはねもうちょっと、えー、タイトでクリスプサクサクサクっとした感じの音が出せたらいいかなと思うのでここから、えー、ちょっとこの弦を張っていきたいと思います はい、ちなみに今こんな感じでございます。すいません。ちょっと動画だと分かりづらいんですけども、今ね、弦が完全にこう、浮いちゃってる。遊んじゃっている状態なので、ここからチューニングを上げて、まずはこの弦を目分量でいいので、完全に伸びている状態、えー、ダメに対してぴったり張っている状態まで上げていきます。はい、そうしましたら、このチューニングするボルトを、 この六角レンチで回して弦を張っていきます。この D 字ホンの場合はですね、この底の面にチューニングボルトが付いておりますが、メーカーによってはですね、このボルトが上側についている場合もあるし、ホンの内部、穴の中に付いている場合もありますので、それはご自身の花ンで確認してみてください。そしたらこの六角レンチを回しますと。 でこう回しながらですね、反対の手で穴の中に手を入れて、弦を触りながら、弦の張り具合を確認しながら回します。で回しながら、弦をパチンパチンと弾いて、程よいテンションになるまで回す。 程よいテンションってどれぐらいだよと思うかと思うんですけども、こうパチンパチンと弾いて、あんまりま僕の好みで言うと遊び、遊ぶ遊びすぎない、ダラララララと遊びすぎずにパチンパチンパチンとこう短く収まるくらい。 はい、ひとまず。はい、じゃ次はこっちのボルトを回していきます。でこれ、最終的にはですね、この左右で同じ張り具合に調整するんですけれども、まあ、とりあえずはだいたい合ってればいいかなぐらいで、大まかに調整していきます。ですいません、さっき言い忘れたんですけれども、この回すの以外に、この花本の場合ですね、マジックテープで、この、 画面の裏側に対して弦をピタッと止めるあの装備がついてるんですけれども、そういうのは全部外します。全部外した状態で、この弦の張り具合だけで1回調整してまあ、最終的な微調整として、そういうテープ類を使うという感じです。 ちょっと待ってください。ああ、なんとですね <laughs>。弦切れました <laughs>。切れた <laughs>。初めて切れた <laughs>。おお、切れるんだ、やっぱり。えー、というわけでね、こっからは、下、えー、本の弦交換という企画に変更したいと思いますっていう <laughs>。いや、これ YouTuber の鏡じゃないですか。ちょっとコマも外しちゃいますか。 いやー皆さんもじゃあ気をつけてくださいね。これ。やっぱ張りすぎると切れますよ。といういい教材になった。はい、こんな感じなんですね。えっと、これが、えっと、下のコマ。で、これにこういうふうに弦が張ってあったと。さっきのボルトを回したことによって、このコマがこういうふうに移動して、この弦の張り具合を調整していましたと。で、これをね、張りすぎると、 弦切れるよっていうね <laughs> めっちゃいい教材じゃないですかこれはいじゃあここからちょっと弦交換していきますはいえーメーカーにもよると思いますけれども DG 下ンの場合ですとこういうふうにもうコマごと替えの弦がえついておりますのでこれを装着すればよいとまあメーカーによってはこの弦だけを変えたりする場合もあるでしょうからえお使いのカホンのメーカーを調べてみてください はいではこのコマを変えますかいやーなんか途中からすごい弦緩くなったなと思ったんですよねはいじゃあこれが今までついてたやつですまあこの弦を 弦だけ買ってきてこのコマに通せばこのまま使えますからまあ、これはこれで使えますよねはいとりあえず上下のコマがつきました、えー、つけるだけなんで簡単ですね、まあ、今だるんだるの状態にまた戻ってしまったわけなんだがまたここから貼っていきますはいだいたい巻き終わりましたらこの2箇所の弦を指で弾きます こんな感じで指で弾いて指で触った感じの張り具合とかこの音鳴ってる音を聞いて今こっちの音の方が低い感じだったのでこっちをちょっと上げてこっちとこっちをだいたい同じくらいの張り具合を音程にしますはいではこのスナッピーがある位置を軽く叩いてみて 左右の音程が、まあ、大体同じになるように最終調整をしますこっちが若干低いので、えー、上げますはい、えーまあ、大体同じになれば。 OK です。軽く叩いてみます。はい、この高い方は、結構いい感じですけれども、この低い方がゲーゲーゲーと、ちょっとこう弦が遊んでしまっているので、えー、最後のマジックテープをね、貼って最終調整します。 はい。D 字カホンの場合でしたら、こういう糊みたいなマジックテープがついてますので、これをピタッとタイトに貼れば、まあ、当然弦の振動が抑えられて、音もタイトになるといった感じです。僕は結構タイトめが好きなので、もう思いっきりピタッと全てのマジックテープを貼ります。このマジックテープのような調整具がないカホンの場合でも、例えばこのビニールテープとかガムテープとかで、 弦を張る押さえればタイトな音がするというふうに覚えていただいて必要に応じて使っていただけるといいかなと思いますはいマジックテープを貼ることによりこの弦の振動をですねさらに抑さえることができてよりタイトな感じになりますさっきと全然この低音の感じ違いますよねさっきはグエグエってちょっと遊んじゃってる暴れちゃってる感じだったんですけどもいい感じにまとまったんじゃないかなと思いますこれでちょっと叩いてみますね かなりクリスピーな感じでいい感じになったんじゃないかと思います。はい、というわけで途中トラブルもありましたけれども、今回は下本のチューニングについての解説でした。初心者の方でね、この音のよしよしよくわかんないなという方いると思うんですけれども、まあ、やっていく中で、しばらく叩いていく中でですね、絶対その自分の好みって出てくると思うんですよね。なんで、この鳴ってる音に対して、あもうちょっと高いサクサクした方がいいなとか、もうちょっと。 ジュッジュッジュッってこうルーズな方がいいなっていう好みが出てきますのでまた出てきた時にね再度調整していただければいいかなと思いますはいで極端にこう緩めすぎたり張りすぎたりするとこの弦切れるよっていうことがね今回分かったと思いますので、えー、僕も反面教師にしていただければいいなと思っておりますではこんな感じでパーカッション情報を毎日発信毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやっておりますので引き続き要チェックお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ